はいどうも、いつも動画見ていただいてありがとうございます。57歳おっちゃんのガレージライフということでね、今日はパソコンのね、また掃除してるんです。それでもう YouTube 始めてもうデータ量がめちゃくちゃ多くなっちゃったのでね、それでね、いらないものはポイとこう捨てるような感じでね、今日はやってたんですけど、そしたらその中でね、コペン、だいぶ前に、まあ何年か前なんですけど、2、3年前かな、私がリバティウォークのボディキットをつけた時のね、コペンが来た時の写真からね全部出てきたのでね、それをちょっとまとめてね、まあ、こんな風に改造しましたというようなね、私とコペンのまあ歴史っていうか思い出をね、作り上げていった思い出を今日は動画にしていきたいと思いますので、どうぞ動画の方ご覧ください。あー、コペンができるまでです。はい、それで早速ね、パソコンを見ながらね、説明していきたいと思います。このねパソコン見ながらね説明なかなか上手にできないかもわからないんですけどね、まあそこら辺はねちょっと素人なんでね、ご了承ください。それでこれがね今写ってる写真がこれ、来た当日です。我が家に来た当日、いきなりねちょっとガソリンを入れにねガソリンスタンド行ったりとか、近所うろうろ走った動画なんですけど、私がねここで思ったのはね、コペン私のタイプでないと思いました。コペン乗ってる方ごめんなさい、このコペンのねノーマルはねどうもね合わない。それとね思ってた以上にねフォローがガタ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 って、音がするなと思いました。それでね、そんなふんなしてたらね、注文してたリバティウォークさんのボディキットが届きました。それでね来た時にはねこの大きな箱、この大きな箱ね、もう開けてる時にこれね、これどうしようかなと、こんななんかすごいものを買っちゃったなというね、まあそんな感じで、それでリバティウォークさんはね私グッズの正規代理店もやらさせていただいて、それでねまあその中の一環としてねやっぱりグッズだけでなしに車もね、展示して見せたいなというのがあって、それで自分で作ろうと決断しました。これねリバティウォークの本社に行ったらすぐ作ってくれるんですけどね、やっぱり自分で作る楽しさと公認まで、やりたかったので、自分でやることにしました。それでね出して思いました。これ本当に塗装ができるのかとか、これ塗り分けはしなければいけないし実際つけなければいけないんで、つけて公認車検が取れるかなとね、もうすっごく不安になってね、それでボディキットが来て2週間ぐらいずっと考えて、それでまあリバティのスタッフの方と相談しながら、まあ、初めて作るんだったらどうしたらいいとかね、まあ聞きながらやりました。それでねまあもうずっと悩んでても頭でっかちになるばっかりなんでね、とりあえずバラそうと、バラしてつけてみてつかなかったらまた相談しようと思って、バラし始めました。それがこの動画なんですけど、それでね次にね今度オーバーフェンダーとかこう当てがう時にねボディに傷がつくのが嫌なんでねマスキングを全部貼って、それで一応仮付けっていう形で、始めました。まあね思ってたよりワクワクしながら大変っていうかね、もうなんかね複雑な心境でね、もう1日目は例えばやる気が出て、2日目はうわやっぱり無理かなとか、まあそんなしてる間にこうホイールとかもどんどん入ってきて、それでこれはどこをカットしたらいいのかなとか、もう不安とやりたいっていう気持ちがいっぱいでした。それでねとりあえずね車高を下げて、この車高を下げた状態でどんな風につくかって、思ったので、もう先にね車高調をつけました。まあそんな感じで、着々と進んでいって、で次にねこの、サフ、これ白ゲルのままなんでねこの上に塗装できないんでサフを塗ってみました。それでリバティさんのねエアロはすごいね、私他のエアロ知らないんですけど、これサフの上にねそのままね私もういきなり塗装したんですけどね、それでもね今の状態ですんごい綺麗な出来上がりでね、普通はねつけてパテとか修正とかいっぱいいるって言うてお聞きしてたんですけど、さすがリバティウォークいい商品を送っていただいたなと思ってってます。ね、なんとなくね想像ができてきたっていうか、まあ、こんな風になるのかなっていうのがなんとなく分かってきました。それで次にねこの一旦仮付けして外したりしてまた1決めとかビスで穴開けて止めなければならないんでね、それでこうマスキングテープの上にねちょっと落書きみたいにして位置確認をしました。それでとうとうこのフェンダーのねこれプラスチックなんですスコペンって。でプラスチックの部分だけをねちょっとカットにかかりました。一番初めねこれねカットするのはねめちゃくちゃ勇気いりました。今までね車自分で、カットイコール傷つけるっていうことなんでね傷つけるやいうことはね、ご法度のことだったんでねすっごく勇気いりましたけどね、もう一つのフェンダーがーってきたらねあとはねもうどんどんもうなるようになれ行ってしまえっていうような感じでね、物事が進んでいきました。それでフリーハンドで、書いてフリーハンドでカットしたんですけど、思った以上にいいラインが出たかなと、そんな感じでございます。それでね、次にフェンダーとか塗装する下地作りとか、一応ねペーパーでこすったりサフ入れたり、いろいろこちょこちょ実際はねこれね塗る勇気がなかったんです。上手に塗るこんなメタリック塗装とかしたことがなかったのでねもうやる自信がなかったので、これをまた2週間ぐらいねもう頭でっかちです。もう YouTube で勉強したりネットで勉強したり塗装って車の塗装どないしたらいいのかなというねそんな感じでねもう不安で2週間ぐらい放置。それでいつもガレージに行って見てはねなんかワクワクするんですけどねそんな感じで月日が流れていきました。それで、とうとう塗装にかかりました。それでね塗装して一応ねつける前にねもうリアのマフラーとかもね、装着してみました。やっぱりこうマフラーの位置とか出口とか合わなかったら嫌かなと思ってね、マフラーつけたり、だんだんなんかこう組み立てが始まったっていうような感じで。それでねこのフロントに関してはねこれ塗り分けしてるんですよ。こういうなんていうのかなグリルの部分と、シルバーとそれとガンメタとそれと黒。それでねもう大失敗したんですよ。シルバー塗って次の日にその上にマスキングしてそれでガンメタその下の部分塗ってでマスキング剥がしたらシルバーが一緒に剥がれちゃいましたそれでねこれね同じ作業2回やりました。もうこれねもうめちゃくちゃ心折れましたけどねもうやるしかないのでね、やりました。それで次にね今度今までは仮付けだって、ちゃんとビスの位置とかもしてなくてもう本当仮付けだったんですけどこれからはね本付けをしなければならないと、それとこのグリルの中の網を張らなければならないとかねいろいろこの作業に夜な3日ぐらいかけてそれで、形を整えていったっていうような形でいざ取り付けをしました。それでねこれねこの時ね YouTube とかねしてなかったのでね取り付ける動画とかね本当撮影してなかったんです。もう本当に今もう後悔でいっぱいです。これ撮影してたらね本当に、自分の思い出として良かったかなと思うんですけど、とりあえずね写真しか残ってないんです。そんな感じで一応取り付けしました。それでね一番初め走った時はね今も覚えてますめちゃくちゃ嬉しかったです。それで、公認車検行って、公認のナンバープレートもらえた時もねめちゃくちゃ嬉しかったです。もう本当にそれはね今でも鮮明に覚えてます。そんな感じでね、私とコペンの出会い、そして自分で初めて、公認車検、車の塗装、エアロの取り付け、やった車でね本当に思い出深い、車の一台になりました。そんな感じでね、この時はね55歳のチャレンジとしてね、このカスタムを始めました。それからそれを記録に残したいなと思って、ちょっと後からYouTube を本格的に始めて今に至ってます。そんな感じでね、これからもガレージライフ何か楽しんでる動画をねゆるくですけど1日1本アップしますので、よろしければチャンネル登録していただいてまた明日の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。それとこのおっちゃんができる範囲のことはね、動画作ったりしますのでね、もしリクエストあったらすぐにできるかどうかはわからないんですけど、コメント欄の方に書き込みしていただいたら、またリクエストにもお答えしていきたいと思います。そんな感じで今日はね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。まあこのような動画ですけど、いいね、高評価お願いします。あとまたチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。さようなら。